ユバンラのゾースペルガ聖堂、フィリッポ・ユバッラはイタリアの建築家。18世紀の最も偉大なイタリアの建築家であり、かつ輝かしいとまで評された図案家。メッシーナの銀細工師の家庭で生まれた。1703年か1704年から1714年にかけてローマのフォンターナの下で修行を積み、はじめ舞台設計者としての名声を得た。 この劇場設計での経験は、その後に続くほとんどすべての作品に痕跡を残したと言われる。1714年にサルデーニャ王・ビットーリオアメデオ2世によってトリノに招かれ、主席宮廷建築家に任命された。1719年から1720年のポルトガル、ロンドン、パリへの旅行を除いて20年間はトリノに滞在した。 彼の作品数は膨大であって、教会、宮殿、郊外の邸宅、狩猟用の山荘から、トリノの新種街地の配置計画にまで及んでいた。一室内装飾家、家具や美術品のデザイナーとしての作品は言うに及ばない。教会作品のうち、1715年から15年、かけて築いたスペルガ聖堂と、1716年から5年、 かけて気づいたベナリーアレアーレの礼拝堂は、共にトリノの近くにあって、壮観なものである。前者は、イタリアのすべてのバロック様式の聖堂のうちで最も、素晴らしいものとされ、オーストリアのメルク修道院やスイスのアインジーデルン修道院に比較される。彼の優雅で洗練された後期バロック様式の建物は、ティエポロの絵画と同様にこの時代の典型で共に、 等しく完成したものであって、装飾の発明において、モーツァルトのような陽気さと豊かさを持っていたと評される。トリノのサンフィリッポネイリ教会や、サンタクローチ教会やカルミネ教会は、極めて壮麗。トリノ市の官邸には、パラッツォ・ピラーゴ・デッラ・プアレや、パラッツォ・リカリコバゾー一口やパラッツォ・ドルメアがある。一方、国王のための彼の作品は、トリノ内や、 付近の四つの壮大な宮殿と郊外の邸宅が有名であるベナリアレアレ、パラッツオ・マダマ、カステンド・ディ・リボリー、そして彼の最高傑作ストピソがある。これらすべての作品において彼は多くの非常に熟練した画家や彫刻家や職人の助力を受けた。ありがとうございます。